どうも皆さんこんにちは。学習は順調でしょうか。今ね、試験後ね、発表後に電話相談ね、かなり受けてるんですけれども、その電話相談の中で、非常にね、相談が多いのが、2月スタートだとどういうスケジューリングを組めばいいのかという質問が多いんですよね。なので今回はその2月スタートの方に向けたスケジューリングっていうのをね、ちょっとお話ししようかなと思いますね。確かにね、僕アガルドのホームページとか、YouTube とかにもスケジューリングって上げてるんですよね。アップしてるんですよ、 YouTube で。ただあれは秋口、去年の、9月、去年っていうのは2020年かの、9月とか10月11月ぐらいからスタートした人向けの、スケジューリングなんで、確かに2月からやるぞっていう人からすると、でもそれってちょっとね、前に始めてる人じゃないかってことになるんで、じゃあ2月からどうすればいいんだっていうね、質問は当然かなと思うので、今回ちょっとアップしてみようかと思います。まずね、その2月スタートに間に合いますか。特に入門を受けられる方ね、おっしゃるんですけれども、間に合います。間に合いますよ。ただ最初から気合を入れていきましょうねということになります。ね、じゃあちょっと見ていきましょう。早速ね、いきましょう。これね、3期に分けます、今回。3期に分けます。これが第1期。これが第1期。で、これが第2期。で、これが第3期。3期に分けましょう。シンプルにね。で、いきますね、まずね。まず第1期なんですが、まさに今ですよ。そうでしょ？今、2月。2021年の2月スタートで、どこをまず1つ目の締め切りにしてほしいかというと、これです。6月の30日。6月を1つの締め切りにしましょうということです。何かというとね、皆さん考えてください。6月、2月、3月、4月、5月、6月、5ヶ月あるわけですよね。たっぷりあるでしょ？たっぷりありますよね。ね、これは何をするかというと、基礎習得です。基礎知識の習得。一番土台作っていきましょうということです。一番の土台作りましょうと。何をするのかというと、もうシンプルですよ。まずはインプット聞きますよね。インプット聞きますね、僕の講義をね。これの1回目ってことになりますよね。これの1回目ってことになります。ね。で、しかもインプットを1回目聞いていくってことになってくると、2回目、3回目聞くこともあるだろうから、1回目の時にちょっとめんどくさいかもしれないけど、どこからどこまでがユニット1だったとか、どこからどこまでがユニット11だったっていうのをちょっとめんどくさいけど、メモしとくとね、2回目以降楽になります。何が楽になるかっていうと、1回インプット聞くじゃないですか。2回目に丸々インプット全部聞き直すってことはないんですよ。ないし、そんな時間ないんですよ。どうするかっていうと、多くの合格者は1回目は全部ちゃんと聞くんだけど、2回目以降はテキストバーって見ていく中で、あ、ここはちょっともう一回聞いておきたいなとかっていうところだけピックアップして聞くんですね。そういうことなんですよ。その時にさ、ここピックアップしようってなった時に、ほら、メモを入れとけば楽でしょ。あ、ユニットなんとかなんだなっていうのはすぐ分かるし。そうでしょ。しかも1回目でラインももう引いてるし、書き込みもしてるんでしょ。そうでしょ。だからもうペンいらないわけ、2回目は。だから書き込まなくていいんだから、もう書き込んでるから線引かなくていいわけね。そしてもうそろそろ声にも、僕の声にも慣れてくる頃でしょうから、2倍速でいっちゃえばいいんじゃないですか。2倍速で聞いちゃうとね、で3回目のインプットなんかに至ってはもっと少なくなるわけですよ。3回目のインプットっていうのは、そのまたテキストをわーって読んでいく中で、いやー、ちょっとやっぱここは今の時期でもちょっと聞き直したいなっていうところがあるじゃないですか。そこだけもう一回聞けばいいんですよ。2倍速で聞いちゃえばいいじゃないですかね。インプットってそんな感じです。ですからインプット1回目がこの6月末までにやりましょうねってことになります。で、入門の方は過去問使いますよね。入門の方はこちら、過去問集を読む感じでいきましょうと。過去問集を読む感じでいきましょうと。中上級と上級の人、は問題集解くよね。届きますよね。多資格セレクト問題集とか届くんで、しっかり解いていきましょうということになります。まあこれだから、これ1回目ですよね。問題を解いていく1回目ということになります。インプットとアウトプットをやっていくってことになりますが、この2つはどうやってやっていくかというと、どっかの動画でも言ったかもしれないけど、ジグザグでやってください。ジグザグ、これ僕ね、開発した言葉、ジグザグって言葉は日本語として普通にあるんだけど、学習法として開発したね、このジグザグ学習法ってやつです。何のことはないですよ。なんか難しいことなのかなと思うかもしれないけど、何もない、難しくない。インプットするでしょ、インプットするでしょ。一番やっちゃいけないのは、インプットだけをビャーって全部いっちゃって、終わった、さあそろそろ過去問、そろそろ問題集っていうの、じゃあ最初の頃もう忘れてますから、そうじゃなくて、つどつど言ってください。まずインプットある程度いきます。その該当範囲のアウトプット、問題演習やります。過去問とかも含めてね、やります。で、次のインプットに進む。
その該当箇所のアウトプットに進むとジグザグになってるわけ。インプットアウトプット、ジグザグでやっていくわけで、1科目終わらせるというふうに考えてください。その締め切りが6月30日だってことになります。それから皆さん、アガルトの一つの特徴として一般知識もさ、最初に届くよね。普通の予備校はね、普通の資格スクールはね、法律系が全部終わった後に満を持して一般知識っていうふうに届くんですよ、一番最後にね。でも上がると一気に届くでしょ、最初に全部届くでしょ。そうでしょ。だから法令科目と一般知識科目同時並行でやっていけばいいんですよ。でどの科目からやればいいのかっていうんですけど、まあそれはその特に中上級上級の方は自分の好きなようにやってもらえればいいんですが、まあ一つの推奨プランとして、この科目の感じでやればいいですよっていう推奨プランとしては、ここに書いておくとね、まず民法で行政法で憲法で商法、この順番でいいんじゃないかなと思いますね。この順番です。でさっき言ったでしょ、一般知識も同時に届くからって言ったよね。一般知識も同時に届くんで、ここももう一緒に始めちゃうんです。これも始めちゃうわけで、これはこの商法とか憲法とかこの終わる頃に合わせて終わればいいから、こういう感じでやっていくわけです。でこのスタートっていうのが2月の、まあ、1日にしましょうか、仮にね2月の1日で、ここの終わりが6月の30だって言ってるわけです。でやり方としてはさっきも言いましたけれども、これ全部、これら全部ジグザグでやってくださいってことです。ジグザグでやってくださいってことです。 OK ですかね。 OK、 はい。それで特に入門の人ね、特に入門の人に言いたいのは、この6月30日までが一回し目なんですけど、何事もそうです、焦っちゃいけない。一回り目で全部の知識がつくわけないですから、ここで焦る人いるんですね。ああやってきたのになんだ全然ダメじゃないかっていうふうに焦る人いるんだけど、まだ1回しかやってないから焦る必要ないです。この時期の6月30日の習得率到達度っていうのは 40% ぐらいで構いません。 40% ぐらいですよ。そんなもんでいいのか、大丈夫大丈夫大丈夫です。 40% です。 40% でなんだもっと上げなきゃいけないんじゃないか、だからそっから上げていくんですよ。繰り返して上げていくんですよ。1回で全部頭に入るってことはありませんからね。 40% ぐらいですよ、うん、はい。じゃあ次始まりました。次は第2期です。第2期、2021年の7月から2021年9月ですよね。ここはもう一通りやってます。一通りやってますので、作業を完成させるってことになります。作業を完成させるっていうのは、インプットは2回目になりますよね。これどうやってやるかってさっきもう言いましたね、言いましたよね。ほら、分かんない部分だけ2倍速で聞けばいいよって、分かんない部分だけ2倍速で聞けばいいよってことね。そして入門の人は過去問を読む作業、中上級上級の人は問題集を解く作業っていうのを続けてやっていきます。でこの段階で何回やるか、2回目やって間違えた問題中心に3回4回と繰り返していく。何回やれますかねって、それは人によるから何とも言えませんけど、4回やる人もいればもっとやる人もいるんじゃないですか、ですよね。でここでね見ていきますけれども、第1期のところ、ちょっと戻ってごめんなさいね、第1期で戻るんだけど、条文がやっぱり大事になってきますんで、第1期の時も条文にチェックを入れていってほしいんですよ。これ電話相談でも言ったんですけど、過去問とかやっててね、問題集でもいいですよ、やっててね、何か例えば96条3項っていうのが聞かれましたと、ね、問題で解かれ、問われてるとなった時に、96条3項しか普通解説に書いてないじゃないですか。そうでしょ。で読んで、ああ OKOK じゃなくてさ、96条3項ってことは2項と1項があるんでしょ、2項と1項があるんでしょ、そこもちゃんと6法まで遡ってチェック入れてください。そう、覚えるんですかっていうその質問もあったんだけど、中上級上級のレベルの人は分かりますよね。6法はその覚えるっていうよりも、そのぐらい慣れ親しむことによって問題文で見た時に分かるようになるんですよ、解けるようになるんですよね、記憶に残るんですよ。だから一言一句暗記とかっていう話じゃないですからね。 OK ですか。で条文をやっていくんですけれども、この時に2回目の時の条文っていうのは、2回目の時の条文っていうのは、あ、すいません、せっかくなので前後数条まで広げればさらに知識深まりますよね。前後数条、例えばね、
まあ民法ですよ。民法だったらさ、さっき96条3項の問題が出たとしましょうって言ったよね。96条3項の問題が出ましたよと。あ、詐欺とか脅迫とかそういう問題だねと。そうすると詐欺とか脅迫の1項と2項も読みましょうねって。そしたら96条全部読んだことになるねって。1回目はそれです。1回目は OK。 2回目はさ、せっかく96条出てきたんだったら、その前の錯誤の条文だったりとか、ね、さらにその前の心理留保の条文とか、あ、虚偽表示の条文とかっていうのも一緒にまとめて読んじゃえば一網打尽できるでしょ、ね、だから六法を読むときにちょっと広げるわけ。少しあの 手を広げるってちょっと言い方悪いんだけど、条文の周りまでちょっと読んでみるってことです。そうするとかなり条文読み込む量が増えますからね。 OK ですか。はい、ということになります。で、あのこの第2期のあたりで、第2期っていうのはどういうことかっていうと、こうですね、2021年の7月からまあ9月ぐらいまでということですね。この時期にですね、まあ記述対策を始めていただければいいんじゃないかなと思います。7月ぐらいから、入門の人は8月ぐらいからでもいいですよ。中上級上級の人はね、あの7月6月で始めていいけど、まあ入門の方はまあ7月8月ぐらいの夏ぐらいに記述対策を始めればいいんじゃないかなと思います。よろしいですか。 OK、 大体見えてきましたね。でね、あの実はさっき冒頭に言ったんだけど、去年の夏とか秋からスタートしてる人にも僕スケジューリングの話してるんですよ。で、その方々には何て言ってるかっていうと、あの9月からが直前期だって言ってるんですよ。9月からが直前期だって言ってるわけ。でも皆さんはさ、2月スタートだからちょっと後ろにずれ込んでいいんですよ。それはちょっと後ろにずれ込んでいいんです。だから皆さんの直前期は10月からだと思ってください。ここほら、皆さんの直前期は10月からだと思ってください。これが皆さんの直前期。これが皆さんの直前期です。いいですね。あの、なんかあいつそういえば動画で昔9月からが直前期だって言ってたけどって、それはあくまで去年の夏、去年って2020年の夏とか秋から始めた人が直前期は9月ってことです。皆さん2月スタートだから1ヶ月後ろにずらしていいですから、大丈夫だから10月からが直前期だと思ってください。そこまでに仕上げましょうってことです。そこまでにある程度仕上げましょうと。このちなみに第2期の段階で理解度到達度は50から 65% ぐらいでいいです。50から 65% ぐらいで、直前期に入ったら何するかもう分かりますよね。散々やってきてるわけですよ、インプットもアウトプットも。それを短い時間で何度も繰り返してください。結局ね、精神論みたいに聞こえちゃうかもしれないけど、一部の天才の人以外は繰り返さないと頭残んないです。うん、1回やりました残りません、当たり前です。2回やりました残りません、当たり前です。そんなのやっぱり何度も何度も見てしんどいんですよ。その作業って面白くないしね。でもやっぱり合格者やっぱそういうのやってるんですよ。だからちゃんと短い時間でって大事だよ。短い期間で繰り返してください。できるかなって、できますよ。だって皆さんこういう第1期第2期過ごしてきてんだから、間違いなくできます。よろしいですか。はい、でこのあたりで、10月、まあ9月から実力ある人は9月からでもいいんだけれども、このあたりでこれは入れときましょうかねと。もしで直前期のあたりでもしはちゃんと入れときましょうねってことになります。でほら、その上ちょっと見て、過去問問題集の間違えた問題を徹底して潰してくださいって書いてあるわけ。さあ、それは一体何回目ぐらいなんですかね、何回目ぐらいなんですかねって言うんだけど、何回目か分かりません。人によって違うから。まあ脅かすわけじゃないけど、入門の講座を受けて受かった人、例えば去年の合格者だけどね、男性の方でしたけど、彼は問題によっては何回やってたかな、20何回やってたかな、うん、そこまでやらなきゃいけないってことじゃなくて、あるいは問題によっては3回ぐらいやれば頭にきっちり残る場合もあるわけでしょ。だ、人によるとしか言いようがないんだけど、ただ1回とか2回で完全に頭に残るってことはやっぱりないので、普通はね、あの短い期間で繰り返すってことはちゃんと意識してもらえばいいかなというふうに思います。でこの段階で最終仕上げだから80から 100% まで持っていけばいいんですよ。ちなみに言うまでもないけど、100% にはならないまま本試験に突入して合格しますから大丈夫ですよ。うん、合格者の人もね、みんな不安抱えていくんですよ。合格者の人もみんなね、あー、もっと本当はこれやりたかったなって、この知識もっと 100% まで仕上げたかったなと思っていくんですよね。なんか自分の中ではまだ 85% から 90% なんだよなって突入していくけど、それで受かっていきますから。 100% ってのはなかなかね、もうやることなんてありません、
もう余裕ですなんて人、僕そうね、過去の15、6年の講師経験の中で、1人か2人ぐらいしか見たことないです。まあまあその人たちはもちろん圧倒的な点数で合格していきましたけど、そんな人なんてレアケースだから、みんなどんだけ優秀な点取って受かる人も、いやー本当あれもやりたかった、これもやりたかった、まだあそこ覚えきれてないっつって本番行くんですよ。でもね、ちゃんとこうやって第1期第2期第3期しっかりやれば合格ライン必ず乗りますから、大丈夫ですよ、大丈夫。はい、でもう一個言っておきましょう。皆さん多分このレジュメを見ながらね、なんかあの言葉で気になるものがあるなって思ってると思うんですよ。言葉で気になるものがあるなと。それは何かっていうとね、これな、これなんだと、これちょっと緑でいこうか。学習四天王ってなんだと、相互リンク、学習四天王、ここにも学習四天王の相互リンクをさらに進めると、学習四天王、学習四天王というのは一体何なんだということなんですが、これは実は何かっていうとね、学習していく中で勉強した内容が、情報があっちゃ行ったりこっちゃ行ったりするっていうのはものすごい効率悪いじゃないですか。ですから皆さんに最初の段階から意識しておいてほしいのがこれなんですよ。情報集約っていうのをしっかり意識してほしいんですよ。でよく言うでしょ、情報集約とか情報の一元化って言うでしょ。で間違っちゃいけないのは、間違っちゃいけないのは、なんか一個のテキストに全部書き込んだりするってことじゃないからね、これ。それ逆にすごい効率悪くなっちゃうんで。何を使っていくのかってことです。最後まで使うのは何かというと、テキスト。テキストは必ず最後まで使います。使います。それから六法、条文ですね。テキスト、条文、それから過去問。ね、そして問題集。これは、この問題集っていうのは模試も含みます。この4つは結局最後まで使うんですよ。結局最後まで使います。テキストも条文も過去問も問題集も全部使います。でこれがだから4つあるから、これが学習四天王なんですよ。この学習四天王は必ず使っていきます、最後まで。で大事なことはね、あの入門の人も中上級の人も上級の人もみんな共通だよ。大事なことはこれらがちゃんと相互に検索できるようになってるのが大事なんですよ。テキストから六法、六法から問題集、過去問集、ここもそうだよね。こういうふうになってなきゃダメなんですよ。つまり一番最悪なのは、もう直前期で時間なくて精神的にもきつい時に、そうだな、なんかテキストをこう見ていくでしょ、見ていく中で、あれ、あ、確かここのなんか関連した問題でテキストには載ってなかったけど問題集でやって大事なやつあったよなって、あ、どれだ、模試だったっけ、いや過去問集だったっけ、めちゃめちゃ時間もったいないと思いません？めちゃくちゃ時間もったいないでしょ。そういうことをやんないように情報集約しましょうってこと。だからどうすればいいか、簡単です。テキストとかにね、その問題集を解いたときに、問題集を解いたときに、例えば問題集の方でもいいですよ。テキストのページを書いておくとか、あるいはこの問題集でこのテキスト載ってない知識だったなっていう場合に、テキストの該当箇所にこの問題集の番号を書き込んでおくわけ。56番とか書き込んでおくわけ。そしたら皆さん直前期にテキスト見ながら、56番問題集なんだってパッと見て、あ、そう、あ、この知識そうだそうだそうだよねってなる、分かります？でこの条文と、こっち条文と、あの過去問なんかもそうよ、条文と過去問なんかもそうよね。これよく合格者やってるけれども、あの過去問、特に行政法なんかそうですね、条文から出るから、行政法の、行政手続き法の、この条文は過去問のこの辺で出てるよとかっていうのをちゃんとリンク貼っとくわけ、ちゃんと検索できるようにしとくわけ。これが情報集約なんです、一元化なんですよ。一冊にまとめることじゃないんですよ、まとめ、間違っちゃいけない、全部使うから、これ最後まで、これが学習四天王です。学習四天王は最後まで使いますから。その代わり、その代わり、これがまるで一体化するように情報集約してくださいってことです。相互に検索しやすいようにね。その都度めんどくさいんですよ、ページ書き込んだりするのめんどくさいけど、直前期に絶対生きてくるからね。これ意識してくださいよ。はい、じゃあ大体分かりました、プランニング分かりましたよね。うん、もうあとはね、進めていただければ合格ラインに乗りますよね。第1期第2期第3期ね、乗ってきますからね。まあもうまとめる必要もないかもしれないけど、一応時系列で確認だけしておきましょうか。皆さんのスタートは
2021年の2月だよということになります。そして皆さんが試験を受けるのが2021年の11月、これ赤で書いておきますが、本試験、こうですよね。でここに向けて学習していくんだということなんですけれども、まず第1期は2月スタートの方は6月の30日っていうのを一つの目処にしていただいて、これが第1期だと思ってください。第1期ね、インプットアウトプット、これを一通りやると。やり方としてはジグザグ、ジグザグのやり方でやっていくとね。そして何といっても学習してんの、学習してんのの相互リンクをしっかり意識しながらやっていくってことです。で何度も言いますが、たとえ中上級とか上級のレベルの人であったとしても、この第1期のここで大幅に合格ラインに乗るってことはそんなにないです、正直。やっぱだってまだ1回やってるだけだからね。で逆に言えば心配しなくていいですから。6月30日になりましたとね、まあ、まだ梅雨ぐらいですかね、梅雨時、もういや1回やってきたなと、でもなんかちょっとあれ思ったほどじゃない、 30%、40% ぐらいだよって思った人、大丈夫です、大丈夫です。まあ6月だからね、こっからなんですよ。で次に7月に入りますよね。7月に入っていって、あるいは8月に入っていくっていう、その夏の時期のところで、まあ第2期ということでやっていただければと思います。まあ第2期一応9月までってことにしてますよね。この辺にしとこうかな。第2期ということになるんですが、結局ね、ここでは何をやるかっていうとここのね、こういうことなんですよ、結局。精度を上げる繰り返しなんですよ。新しいことを何かやっていくとかっていうよりも、学習四天王のリンクをちゃんとしっかり把握、しっかりこう精度を上げていくとか、条文の知識、テキストの知識、過去問の知識、いろいろありますよね。そう、精度を上げるってことです。で精度を上げるっていうのはテキストの理解もそうだし、条文の理解もそうだし、やっぱり何度か見直すっていうのは繰り返すってことです。で精度を上げていただければと思います。でさっきも言いましたけれども、この段階で記述対策っていうのを投入してもらえればいいと思います。記述対策っていうのを投入してもらえればいいと思います。で皆さんの場合は10月からがいわゆる第3期ってことで、この第3期イコール直前期なんですよ。直前期なんですよ。で結局ね、この直前期が精神的には一番しんどいんですよね。一番しんどいんですよ。もうやることやってきてるわけだから、あとは何回やってもポロポロ忘れていっちゃうものってあるじゃないですか。それ怖いんだよね。こんなにやったのにまた忘れちゃったって。大丈夫だ、また覚えればいいんですよ、ね、だからしんどい時期なんだけど、直前期は何が大事かというと、もう苦手なところが明らかになってるわけ。苦手なところがあぶり出されてますから、徹底的にそこを潰していってください。潰していく。で直前期は時間もないし精神的にも追い詰められてるから、だからこそそこまでにこの学習四天王に関してはしっかりとした情報集約やってくださいねって言ってるわけです。いいですね。そうするとさ、皆さん分かってきたと思うけど、本試験が11月なんだけど、結局皆さんはこれからの学習、1回は6月30日の締め切り、次は9月30日の締め切りって言ってるんだけど、どこに向かって学習してるかって分かりますよね。いやもちろん本試験よ、もちろん本試験がピーク持ってこなきゃいけないんだけど、でもさ、この学習3期に分けた中で、あれってことはそうか、この学習はあそこに向かってんのかなと思った人いるでしょ。そうなんですよ。これね、結局ね、学習っていうのは、これ皆さんがやる学習っていうのは全てこの第1期の学習も第2期の学習も直前期に向かってるんですよ。ここで力を入れるための1期2期だと思ってください。
3期こそ一番大事ですから。よろしいですね。大体見えましたね。学習のやり方ね。見えましたよね。それから中上級上級の方はもうこの感じでやってもらって、もっと早めてもいいですよ。ね、実力ついてきたっていうか、実力がついてきたっていう方はもっと早めてもらっていいんだけど、最後に入門の人に特に言っておきます。やっぱり今回電話相談で多かったのが、皆さんなんか秋口ぐらいから去年のね始められてるって聞いてますが、2月スタートにも間に合いますかって聞かれました。聞かれました。もうそれ言っておきます。間に合います。間に合いますよ。ただし確かに秋口スタートの人よりは少し遅く始めますよね。始めますよね。だから最初から気合い入れてください。そんだけです。ね、少しだけスケジューリングはその人たちより後ろ倒しになるけれども、11月に間に合えばいいから。ということです。OK ですか。はい、というわけで、おおむね大体こんなスケジューリング感でやってもらえればいいんじゃないかなというふうに思います。大体よろしいですかね。そうね、今回の電話相談で、多かった相談がやっぱり一番これですかね。2月から始めるんだったらどんなスケジューリングでいけばいいのかっていう、質問が多かったですね。まあ、あとはまあ、11月の電話相談でも多かったですけど、どのコースがいいのかっていうね、そのコース選択の悩みも多かったですけども、まあ、こういったところを基準にやってもらえればいいんじゃないかなと思っております。はい。じゃあとりあえず、2月スタートの方に向けた、もう2月スタートのあなたへってことでね、必勝スケジューリング術をお伝えさせていただきました。学習視点を意識してねやっていきましょうね。はい、じゃあこのぐらいにしておきましょう。頑張っていきましょう。